はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。3時40分を回りまして、もうすぐ45分になろうとしています。7月25日の日曜日でございますね。はい、もうね、昼寝したんでね、かなりたっぷり昼寝したんでね、かなり快適ですね。これは2日前の記事ですね。中央日報でございまして、愉快なお隣さんの保守系のメディアですね。7月23日、2日前です。2日前の11時8分、別にこれ2日経っても大して変わらないんですけど、大統領候補インタビュー、イ・ジェミョン、リ・ザイミンですね、日本語で言いますと。イ・ジェミョン、日本の毒と執着は大陸進出時のトリップワイヤーにするためというタイトルの記事があって、もうこれだけでこいつアホやなという感じなんですけど、写真出てますけどね、なんかね、温厚なじいさんの顔してますけど、ちょっとなんか、目が寄っててですね、こずるそうな、あれですね、風貌ですね。ちょっと読んでいきましょう。キョンキドのイ・ジェミョン知事、これがですね、大統領候補としては与党系では一番かな。こいつあれですよ、日本が竹島、日本の JOC の地図に、竹島が入ってるからボイコットせえって言ったおっさんなんです、実は。もうそれだけでもアホでしょ。ジェミョン知事が22日中央日報とのインタビューで、韓米朝問題について現実的には各国米朝が段階的な同時行動をし、スナップバック合意違反時の制裁復元方式を取るのが良いとし、北は損をすると考えるだろうが、結局は受け入れる可能性が高いという考えを示す。彼らの最終目標、体制の安定と話しながらだ。言うてることはよう分からんんですけど、よう分かりませんね。スナップバック合意違反時の制裁復元ってどういうことやろう。いや、要は、何らかで合意してですね、制裁を解除し合ってもいいけども、違反が分かったらもう一回制裁すんでというような条件にしろということですね。まあ妥協せえということですね。先に制裁解除せえということですね。でもそうか、制裁解除せ、先に制裁解除せということでもないのか、まあ分かりませんけど、まあ話し合っていこうということでしょうね。よう分からん。で、現政権の外交安全保障政策のうち評価できる点と問題点はという質問に対してね、このおっさんどう答えてるかと、全体的にはうまくやったと考えるってちゃうやろそれはって。もうね、現文在寅政権ですけど、彼の4年ちょっとでですね、あの国愉快なお隣さんの外交ってぐちゃぐちゃになったんですよ。周りのどの国からも信頼されないし、敬意を表されないし、文在寅様は個人的にはもうかなり信頼を失墜してるんですよ。それを全体的にはうまくやってるだろうと、本当にそう思ってるんやったら、このイ・ジェミョンさんという方は相当外交センスがずれてると言わざるを得ません。もうちょっといきましょうか。現在の南北関係はやや冷却期とはいえ、ね、かなり冷却や、少なくとも軍事的な緊張はかなり緩和されたっていう、まあね、向こうが弱ってるから。対米関係でもミサイル射程距離制限の廃止という大きな成果を出した。要は長いミサイル撃ってこんようになったというだけですね。それはトランプさんがですね、お前次長いの撃ったらこれほんまにどつくぞって言うて脅したわけですね。それが効いてる。宇宙産業生育の側面でも足かせが外れた交渉ですね。よくわからん。本当にこいつずれてますね。ただ惜しまれるのは北との関係改善で我々が必要十分なことできなかったという点だ。合意が守られなかった。対北ビラ散布禁止も実際合意文括弧2018年のパンムンジョン宣言にあるものだ。我々が少しだけ慎重にしていれば、事務所括弧ケソン南北共同連絡事務所を爆破しなかっただろうと。いや、かなりずれてますね、この方ね。
そんなにこれね、ムンジェイン派ではないと言われてるんですね。まあだから党内ではですね、ムンジェインの与党ではないんですけども、まあでもそんなに遠くないですね、これね、読んでるとね。米中の対立をどう見ているかという質問に対してですね、米中の対立が激しくなり双方が自国側に立つように要求している。韓国にはお前こっちやろ、お前こっちやろとお互いに言ってるわけですね。しかしこれはむしろ機会でもあるって、機会ちゃうって、機会ちゃうやろ、君ら苦しい、これは君ら選択を迫られてる、非常に苦しい選択を迫られてるという立場なんで、分かってないですね。黙って中立外交だけをしようというのではない。例えば米国の立場では韓国をクワッド、過去日米豪印に加入させて強力な国同盟することを望む、まあ一面はそうかもしれないですね。中国の立場では絶対にいけないという、では我々はどうすべきか。インドの場合開放主義的な立場を持ってクワッドに参加したってか、なんか曖昧な言い方ですね。軍事的に封鎖するのではなく単純に協力関係だけをすると曖昧にしていると、そういうことですね。我々もそのような方向に進まなければならない。要はどっちにもつかないところです。要は、ね、今のやり方を続けると言ってるわけですね。アホやな。まあでもまあまあ政治家としてはそう言わざるを得ないのかもしれませんね。100歩譲ると悪化した韓日関係をどう解決するのかという質問ですね。まずは国同士の関係、国民間の関係、政権下の関係は全て違うということを認知しなければならない。過去の日本政権の中には独と過去日本名竹島問題に前向きで過去の問題について謝罪したケースもある。過去に謝罪っぽいことを言うたケースありますけども、竹島についてはこれは譲れないから、そんなことで譲歩したケースは私が認識している限りないです。だからこの方は本当でないことをおっしゃってる、得意技ですね。私は今の問題は日本の国家の問題ではなく日本の右翼政権の問題だと見ている。これがねポイントなんですよ。彼らは日本の国民感情が彼らに対して非常に悪化しているということを知らないふりをしたいわけですね。認めたくないわけですよ。彼らほどですね、見たくないものを見ないという連中はいないですね。現実というものを、現実というものがいかに大事なものかということを認めない不思議な価値観をお持ちなんです。まあ日本でもね、日本人でも、まあ世界中の人そうですけど、カエサルがですね、人は見たいものしか見ないって言うた通りですね、まあ、都合のいい現実だけを見ようとするんですけども、彼らほどですね、都合のいい現実だけを見て、というか、現実そのものを都合よく解釈してということを得意技にしてる連中はいないですね。ああ、本当に、日本に強硬対応の姿が見えるが、という質問ですね。要は日本が愉快の話に対して、きつい態度をしていると、日本軍国主義勢力の侵略意志のためにそんな勢力おるんかって日本が独島をなぜ繰り返し問題にするのか、いつか大陸進出するときトリップワイヤーにするためではないだろうか。トリップワイヤーという意味はよう分かりませんけど、日本がなぜ問題にするのかって当たり前やんって、僕らのもんを君らが取ってるからでしょうと、それが現実なんですけど、そういう関係をこう受け入れようとしないわけですね。当たり前ですけど、トリップワイヤーって、トリップっていうのは罠でしょうね、罠の一つにすると、要はそれを理由にまた自分日本がお隣さんとかガッと行くんちゃうかということを言うてるんですけど、全く現実感覚ないですね。こんな方がね、次の大統領になろうとしていて、かなりの有力候補なんですよ。もうこの辺でアホらしいからやめますけど、今のムンジェインさんとそんなに変わりませんね、このインタビューを読んでいると。ということは、次期この人が大統領になってもですね、またお隣さんはふわふわふわっとして、アメリカに行くの、中国に行くのとか、いやちょっと待ってんな、こっちあっちとかって言いながらやっていくんちゃうかなという気がします。だから、与党系の人なんでね、今のムンジェインに近いっちゃ近いんですけども、個人的には近くないらしいんですけど、考えは近いですね、これでると。ということは、この方が大統領だったらまた5年間ですね、迷走は続くということなんですね。でアメリカはまた5年間忍耐を強いられるということなんですね。まあ、日本もそうですけど、日本はね、誰がなっても、ね、そんなに変わらないんですよ。向こうはね、こう反日というのが統一、国民を統一させる一つのあれなんですよ、テーゼなんですよ。
だからそれは外せないな。どの程度でやるかっていうだけの話なんですよね。だからこの方が、多分大統領になってもなってもですね、今の体制、今のこう緊張関係は、対立構造は全く改善しないでしょうね。イ・ジェミョンさん、あの非常にこう現実を見ない、見えない、見たくないという方であることが割合これではっきりしましたので、今後はですね、このおっさんについてはですね、ムン・ジェインと考え変わらない、こうずれた政治家というふうに私は見ていこうと思います。もう貼りませんので、皆さんは探してください。中央日報でございまして、23日ですね、大統領候補インタビュー、イ・ジェミョン、李在民です。イ・ジェミョン、日本の独島執着は大陸進出時のトリップワイヤーにするためというタイトルの記事でございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。